片岡です、10月もいつの間にやら後半になりまして、秋もだんだん深まってまいりました。まあ、人はやはりですね、寒くもなく暑くもなくちょうどいい季節に活動的になりたがるもので、スポーツの秋、芸術の秋、食欲の秋ですね、といういろんな秋がありますけれども、今日はですね、読書の秋というお菓子を作ってみたいと思います。はい、では重さからいきましょう。ベージュ色の練り切りが 30g で、白が 14g、そして中に入る、まあ、あんこですよね、まあ、今回ゆずあんですけれども、これ 3g、まあ、これ何でもいいですよね、なくてもいいぐらいです、これとこれ足して 14+3=17g の白練り切りだけでもいいと思います。ではいきましょう。はい、まずですね、これ包みますね。白で中あんを包みます、ね、これちっちゃいから簡単ですね。包まなくてもいい、本当はまあいいんですけども、まあ、食べた時中からね出てくるとやっぱり嬉しいかなと思って包んでおきます。でこれを置いておきますね。そしてさらし布巾を濡らして固く絞ったものを広げてですね、そしてベージュ色練り切りをちょっと伸ばして、布巾をかけて、ここをですね 4.2cm ぐらい、約 4.2cm ぐらいにします。はい、そしてですね、伸ばしたら裏返して、幅は、ね、4.2 センチですよね。はい、カットしますね、長いんで。もう金べらでいいですからね。ここだけ一応測りましょう。 8.4 センチ、だいたいざっくりで結構ですね。 8.5 だ、 8.5 センチ。はい、そうしましたら、これを横にしまして、このね、切り口だけはきれいにしておいた方がいいですね。多少曲がってても大丈夫です。角とかね、この辺はきれいにしておきましょう。はい、そしてですね、ここの最初にあんこを包んだ白いところ、これを、はい、そしてこの線筋にですね、こうちょっと当てますね。そしてここに置いて、乗せますね。三角ベラの二重線でここをちょっとこう印、線をつけます。はい、そして、この、まあ、なんか表紙だからね、まあ、茶の友っていうのがあったんで茶の友をつけてみますね。何でもいいですね、模様でもいいし。ちょっと濡らしたところにですね、シナモンをつけました。
はい、そして最後にこのシナモンを押しますね。はい、茶の友と書かれた、本ができました。はい、これで秋の夜長の完成です。ありがとうございました。